で今日なんかその重大発表がありまして、この場を借りてちょっと発表させていただきたいと思うんですが、なんで有馬会、私あの弱めちゃんというリスナーの方とはい、この度あの本日もちまして婚約の方を、はい、結婚、まあ、結婚前提に、はい、おめでとう、おめでとうございます。やばー。でまあ今日はあの指輪を一緒に開けに行こうって言って新幹線乗って、最高。あれ指輪は今は、指輪は今はだからあの彼女が持ってます。すごーすごい、おめでとうございます、おめでとうございます、はい、何さ、もう一回書いて、今黄色、佐田が障害年金を使って結婚式をする件は、あの佐田さんまさかと思うけど、あのパルパルさんだとか、あパルパルじゃない、誰だっけ、あのあいつヘズマリュウだとかカッサの結婚式見てね、まさかとは思うけど、結婚式でこれじゃないでしょうね。まあそんなこと佐田さんしないと思うけど、うん、婚約したんですって。しかもそれを隠してわざわざ公式番組でみんなが見てるところで発表したらしい、うん、いちいち佐田さんの婚約、まあね、でも彼女さんもね、まあ別に否定する気がない、二人のねことだからあまり第三者がとやかく言うつもりだけど、どこに住むつもりなの佐田さんね、どこに住むつもりでいるの、家とか借りれるの、心配ですよ私は。佐田さんの婚約って、うん、実家、あ実家でサザエさんみたいにお父さんお母さんと一緒に暮らすんだ。へえ。でも佐田さんの部屋クーラーないけどいいの、うん、キューパーさんが逃げ出したって言ったけど、佐田さんの部屋は暑すぎてクーラーがないって聞いたんだけど、まあそれでよければどうぞね、やってください。はい、おめでとうございます。でもおめでとうございます。はい、ありがとうございます。